待たせたな、マスター。ちょっと火薬多すぎたかの。改めまして、そう、わしこそがかの第六天。え、もう知ってるであるか。まあ細かいことは気にするな。こたびは年に一度のバレンタイン。こういうのは楽しんだもん勝ちじゃ。うん、ここ寒い。寒くない？いや、魔王の子というか魔王そのものなんじゃが。え、なんか魔王だから風邪ひかない的な感じ。そんなわけあるか。わしったらデリケートノップじゃし。いや、まあそんなことはどうでもよい。とにかく今年のチョコはすごいぞ。見よ、ドクロチョコをさらに一歩推し進めた珠玉の一品。もはやわびさびを超えてわびロック。しかもかっこいいポーズのおまけ付きじゃ。あまりの好きぶりに声も出ぬか。そうじゃろそうじゃろ。だがこれはまだ完成形ではない。行くぞ、三回神仏怪人と着せ。我こそは第六天魔王覇順水着の部員バレンタイン。こうしてこのチョコをフランベしてじゃな。今完成。水着ノップ特製バーニングぜひもないチョコじゃ。おしゃれ南蛮料理屋も格屋の表げた歌詞になったじゃろ。ほれ、遠慮せんとたーんと食うがよい。そなたのために用意したのじゃぞ。ほれほれ、わしからもらえて嬉しいのはわかるが、そんなに照れんでもよかろう。え、おわし、わしとか全然照れとらんし。まあそなたがどうしてもと言うなら一緒に食べるとかしてあげなくもないんだからね。ところでこの部屋暑い？暑くない？うわぁ！気づいたらわしとそなたでダブル本能寺ではないか。え、早く消せ。いや、その、これって割と発動すると後がないっていうか、わしこそが愛と炎の第六天魔王覇順っていうか。まあ、是非もないよね。お、目が覚めたか。すまんの、わしとしたことがまたはしゃぎすぎてしまったわ。そなたとおるとついやりすぎてしまうわい。ほれ、だいぶ溶けてしまったがチョコの残りじゃ。うまいか。そうか、ならばよい。もう、マスター。
いや、わしとしたことがせんなきことか。さて、そろそろ戻るとするか。なに、いずれまたの。よし、ではカルデアまで競争じゃ。ぬっわしに勝ったら今夜は朝まで集まりライブじゃ。遅れるでないぞ。